こんにちは、ひなたです。今回はじゃ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 ん、中華街に来ています。イエーイ。はい、ということでですね、やばいね中華街。実は最近行ったんですけど、でもその時ね、なかなかお店見れなかったので、今回横浜中華街でロケということで、企画はですね、じゃ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 ん、中華街で1万円やっていきたいと思います。イエーイ。はい、この中華街での撮影は多分初めてなんじゃないかなと思うんですけど、だから新鮮ですね。なんか何回かね来たことはあるんだけど、新鮮ですねということで、1万円って結構な量じゃん。どう、中華街で1万円使い切れるかな、わかんないんですけど、早速楽しみたいと思います。それではレッツゴー。今日はなんか前回行った時より人が少ないかも。平日だからかな、から比較的撮影しやすいっていう。でもさ、私中華街来たら絶対にね、小籠包絶対に食べるの。でも食べるのがめちゃくちゃ難しくて、うまく食べれるかなって感じなんですけど、一発目ちょっと小籠包行っていいですか結構いろんなねところにあるので、何がいいんだろう。ありがとうございます。3種類入ってるやつを食べるんですけど、1人で6個も食べれるかなっていうでも小さめなんでいけるでしょう。6個入りじゃあ買います。小籠包できます。じゃーん、美味しそう。これマジで食べるのむずいの。結構ね、中に肉汁が入ってて、うまく食べないと汁がピシャーって飛んじゃうんですよね。だからちょっと難しいんですけど、放送事故にならないように。いただきます。あ、もう無理ですねやばい、これ難しいけど本当に美味しい。見て、これわかる、このスープ、肉汁かわかんないけど、これがマジで美味しいんですよね。でも食べるのがむずい。なんか食べ方としては、ちょっとかじってちょっと穴が開いた状態で、なんか吸うみたいな飲むみたいな感じ。めっちゃ美味しい。翡翠とフカヒレマジで美味しい。大好き、一番好きかもしれないやだな、なんかこの食べ方。ちょっと好きな人の前とかでは食べれないかもしれない噛んだ時にさ、顔にプシャーってかかったら超かえるかもしれないごちそうさまでした。次行きます。中華街といえばさ、まあ食べ歩きもそうだけどさ、占いも結構有名じゃない。めっちゃ占いのお店がたくさんあるの。だから行くのありかなって思ってるんですよね。チャーシューメロンパンとかさ、よく聞くけどさ、美味しいのかな本当に。ちょっと気になるんだけど、待って、待って止まった。あ、見てた。なにだからじゃない、仲間だと思ったの。仲間にしてはでかすぎないなんかさ、いつも食べ歩きとかだからさ、こういうお店とか入ったことない。アリじゃない、すごいカラフル。これちょっと気になったんだけど、これ頭につけるやつじゃない、ピンになってる。めっちゃ可愛くない、これ超可愛い。コスプレする時とかにも使えそうじゃない。めっちゃ可愛いんだけど。じゃあさっきのお店でこんぐらいの小さいポーチと、これはなんて言うんですか、ね、頭につけるやつ買いました。結局ね、黒にしました。はい、この小さいポーチちょっとメッシュになってて透けてて可愛いんですよね。これリップとか入れたいと思います。いつもね、そのまま直で入れちゃうから。じゃあ次、残りあと6000円ぐらいですね。見て、リアの日であった、気になってたんだよね、ずっと。私パフォーマンス見てから YouTube、TikTok お願いします。ありがとうございます。じゃあこれが昔、紅白年前から中国王様のお菓子、
4096、あっという間、8092、これがファイナルカウンティング。ローリングローリング、コロ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 、これがロンシータン竜のひげ、王様のお菓子。ありがとうございます。じゃん、アーモンド味買いました。イエーイ、すごい、本当に竜のひげみたい。竜のひげどんなものかわかんないけどすっごい綺麗。どんな味するんだろう。食べてみます、一つ。じゃあ竜のひげいただきます。甘い。本当にさっき店員さんが言ってたみたいにすぐ溶ける。これもう一瞬でなくなった。中に入ってるアーモンドのパウダーがすごい合う、竜のひげとめちゃくちゃ美味しいです。超美味しい、ふわふわ、めちゃくちゃ美味しかったです。みんなも中華街行ったら絶対見つけたら買ってみて。え、マジで美味しい。これネットで見たんですけど、凍らして食べても美味しいみたいです。なんかサクサクするみたい。お家に帰って凍らしてまた食べてみたいと思います。やっぱなんか気持ちが中国とか台湾に来てる感じする。行ったことないから分かんないけど占い行きたいって思ってたんで、だからちょっと探してみます。ね、今日ね、あの修学旅行生の子たちとか来てて、声かけてくれたんだけど、ファンの子が修学旅行で来てますって言って、どこから来たんだろうと思って聞いたら宮崎から来た子。びっくりしたね。めっちゃ遠くない？だってみんなさ、修学旅行どこ行った？え、いいな。だって中学の時さ、コロナとかでさ、修学旅行そんな遠いところまで行けなかったから、いいな普通に。よろしくお願いしますね。お願いします。はい。薄いんですけどここ生命線って言いますね。これ生命線、うん、でこれが知能線、まあ、頭脳線っていう人も多いんですけど、こっちどうなってます？離れてます。離れてるんですね。これね、悪口があるんですよ悪口があるんですよ。これね、KY 線とかって言われるんですね。 KY ってわかりますとりあえず動いてから反省すればいい人なんですよ。あー、めっちゃそう。そう、それなんかいけないのって思うんですね。あの、いやいや、反省しなかったらちょっとやばいやつですけどもあのちゃんと反省するわけですから、とりあえず動けるっていうことが日向さんのまずいいところですね。あー、はい、確かに拍子に動いちゃう、いつも言ってんですよ。 KY と言われても気にするな線です、これは。はい、そう見えます。これ2つに分かれてる人なんですね。うん、でこの、2つに分かれてる人のこと、私は頭いい人って言ってますね。頭いいの、私、うん、頭がいい、うん、いや、偏差値どうとか知らないですよ偏差値の問題じゃなくて、そう、地頭がなんですね。あとはちょっと人間関係も非常に特徴があるので、特に今度は、ね、これ右手見ていきましょうか。右手の感情線、これ感情線って言うんですけど、どう特徴的かって言ったら、これスタート地点ここなんですけど、日向さんのってここ分かります？これ指と指の間にこうグーッと入っていってるんですよ。確かに、うん、でこれいろんな意味があって、完璧主義って意味もあるし、理想が高いって意味もあるんですね。でちょっとこう心理的にとか精神的に少し潔癖気味でもあったりする。うん、でこの辺を総合して、私これ人見知りの層って呼んでます。うん、そうで、すごい、めっちゃ当たってる、はい、ありがとうございます。はい、以上でよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、ということで手相を、ね、してもらったんですけど、でもめちゃくちゃ分かりやすかったですね。なんかいつも結構20分とか多めにやってもらうんですけど、7分で結構短めだったんですけど、すごい端的にポンポン喋ってくれるから、すごい分かりやすかったです。自分のね、性格もちゃんと知ることができて、あの本当に全部当たってるなって思いました私は KY らしい、ちょっとそこが悲しかったんですけど、 KY で、え、でもなんか知的、頭のいい人、地頭がいいみたいなことを言われて、マジで私地頭すら悪いと思ってたから、ちょっと自信持てましたね。本当かどうかわからないけど、はい、という感じで楽しかったです。じゃあ次いきます。私はですね、お目当てなものがあってですね、大根餅っていうのを探してるんですけど、なかなか見つからなくて。フカヒレスープだって絶対美味しいじゃん。え、普通に美味しそうなんだけど、これ琥珀糖じゃない？結構前だけど、めっちゃ流行ったよね、これ買ってみようか。はい、ということで買ってきました。山の酒糖、めっちゃたくさんメンマが入ってて美味しそうだったので買ってみました。で、
人生初琥珀糖。次行きましょう。めっちゃでかい糖見つけた。見て、超でかいんだけど。残り3000円はお土産を買ってきました。まず肉まん6個入りとお目当ての大根餅ですね。ということでこれでね、約っていうか1万円使いましたね。はい、意外といけるね、一人でも1万円楽しかったです。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらグッチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。